こんにちは、ケンシです。ヤマトです。今回の動画では冬キャンプを1日を通して快適に過ごすための具体的な方法を僕たちが実際に使用している道具も交えて解説の方させていただきます。でまずこの冬のキャンプで一番重要になってくることは、そもそも論として自分の体をまずは温める、自分の体温を逃がさないようにするっていう仕組みを作らないと、他で温めてもその効率よく保温することができないから、結局寒い状況が続いちゃうんですよね。なのでまずやらなきゃいけないのは、一つ目が服装ですね。でこの服装をちゃんと暖かい格好をするっていうことが大切になってきますね。でその次にやった方がいいのはカイロとかですね、北海道とかを用意して、でそれで、例えば関節部分だったりとか、あとよく言うのはリンパとかかな、そういう背中とか、お腹とか、冷えやすいところとかに貼って、そうすればその保温力があればより暖かくもなるし、北海道とかのポテンシャルも最大限に引き上げてくれるというところですね。これは基本だから、これを最低限クリアをしてるっていうのは当然あると思うんですよ。でキャンプに行ったらもうとりあえず暖かい格好をしてったけど、やっぱ夜とか特にね、冷え込んでくるので、それを耐えるためにどうしたらいいのかっていうことをこれからお話ししていきます。キャンプっていうのは3種の神器っていうのがあるんですよね。そうなんですよ、3種の神器っていうのはね、マット大事なんですよ、とシュラフ寝袋ですね、あとはやっぱテントも大事だね。基本的に今の3つが宿泊をする前提でね、そうだね、それがないと始まらないっていうところだし、でこれ注意しなきゃいけないのは、どこを重点的に対策をしていかなければいけないのかっていうところですよね。答えを言ってしまうと、実はこの床なんですよね。要するにマット部分、そうだね。でなんでかっていうと、冬ってもちろん外も寒いから、例えばじゃあテントをいいやつにすればいいんじゃないかっていうふうに思うと思うんですけど、もちろん風をしのいでくれるから大切なんですけど、言うてもね、テントってこんなにもないじゃんペラだからね。そうそう、本当のペラ厚手のものとかあったりもすると思うし、であとは結露しづらいとか、っていうとかもたくさんあると思うんですけども、基本的にはテントだけだとその風をしのいでくれる役目は果たしてくれるけど、その保温力とか、例えば家の中でもこんなに分厚い壁の中で過ごしてても普通に暖房をつけないと寒いじゃないですか。でそれがあるのに冬用のね、ちょっと分厚いとかちょっと寒い地域で向いてますっていうテントを買ったからって言って、もうそれだけでうわちーなんていうふうにはなんないならないねっていうことですよね。ですのでそのテントだけだとそもそもの寒さをしのぐっていうのが難しくなってくる、そうですね、っていうところです。でもう一個考えられるのがそのシュラフ、要するに寝袋があると思うんですけど、その寝袋がね、寝袋だけだと夏用から冬用までね、本当に幅広く、マイナス何十度まで対応してるとかっていうのも、ありますね、そういうシュラフも売ってるんですけど、それに入ってたとしても、どうしてもこの底冷えですよね、冬はやっぱ冷えてるからそこを遮断してあげないと、本当に底冷えしちゃうんだよね。だからまずはこのフロア、このマットっていうものを自分が寝るフィールドを作ってあげないと、どれだけ暖かくしても下からの冷たい空気で冷えちゃうっていうところがあります。ですのでそれを防ぐためには、この一番おろそかにしがちなマットっていうものを整えておく必要があるということですね。で例えばどんだけ暖かい格好をして室内にいたとしても、ここにコンクリートの地下で寝転がっちゃったら、だいぶ寒いじゃないですか。でそれを逆に下からの冷たい空気が入ってこないように、グランドシートと呼ばれるテントの下に敷くようなものを2枚敷いてもいいかもしれないし、でさらに敷くんだとしたら、こういうシュラフの下に敷くようなマットですね。これは例えばジャリジャリのところとか、で痛くないように用なんですけど、これあるだけでも熱を遮ってくれるから、例えばイメージしてもらいたいんですけど、冬の例えばコンクリもそうだと思うんですけど、フローリングとかを歩くとそれだけでも冷たいけど、これがあるだけでも裸足でも普通に乗っかれると思うんですよね。それだけでも全然違うぐらいだから、それをまずグランドシートを敷いて、でその上にこれをやるだけでも十分、そんなに寒くない地域だったら、そうだね、対応できるんじゃないかなっていうところですね。それでももう少しあったかいのがいいなっていうふうに思うんだとしたら、例えば毛布を
この上にさらに敷いたりとか、うん、夏用のシュラフをねその上に敷いたりとか、ね、うん、まあ、敷布団があるにすれば下からの熱ってものを遮断できるからいいっていうところですね、うんうん、ただ走行してると、うん、もう本当に荷物が多くなっちゃって、そうだね、車で行けるんだったらいいけど、まあ、バイク1台でちょっとソロキャンプに行きたいとか、うん、すごく身軽に車を下に止めて、まあ、山を登っていくとかってなると、もうその設備だけで持ってきたいものが持っていけない風になっちゃうし、うん、そういう風になっちゃうと、まあ、せっかくのソロキャンプで身軽に行ける魅力がソロキャンプにあるのに、うん、ね、荷物が多くてこんなになっちゃって、ね、そうそうそう、どこに行くんですかみたいな状態になっちゃうことをやっぱ防ぎたいじゃないですか、うん、でその時に役に立つものがあるんですね。あるんです、あるんです。出しちゃっていいですか。はい、お願いします。よいしょ、トト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 すごいとこから出てきますね。ドドン、これね、うん、エクスペド、そう、エクスペドのね、ダウンマットライトっていうんだけど、うんうん、これね、なんとマットなんだけど、うん、こんなちっちゃくてマットでこれ空気で入れるタイプなんだけど、うん、中にね、うん、ダウンが入ってる。あー、羽毛ってこと。そう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 、うんうん、それが入ってて底冷えを遮断してくれるっていう、うんうんうん、これしかもこんなちっちゃくて、確かにレインコートみたいな、そうそうそう、大きさ、そうなんですよ、うん、なんと空気入れがこんなのあるんですよ。あ、うんうん、これで空気を入れるんだ。そう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 、すげえ、こんなちっちゃくなるんだね。そうそうそう、これもう本当に積載が少なく済むし、うんうん、冬キャンプに持ってこいなんですよ。これだったらね、バイク乗る人でもね、そう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 、ちょこんとバックパックの横につけてもいいかもしれないし、そうそうそう、本当に持ち運びは便利。そう、ただお高いでしょ。ちょっと高いですね、うん、この表示されている金額になってくるんですけど、やっぱそのダウンを使う系のやつは高いですよね、うん、ただその代わりに軽量化とコンパクトっていうものが手に入るっていうことでね、うんうん、でもいきなりこれを買うのがハードル高いよっていう人は、まずはグランドシートとかマットとか毛布とか、まあ、そういったもので代用してもいいんじゃないかなっていうことですね、うん、その中でちっちゃい方がいいっていうのが優先順位が高いんだとしたら、こっちを選択していけるんじゃないかと。そうですね、うん、でこの時になったらエアーマット、まあ暑いよね、そうそう、まあ、エアーマットっていうのはもう本当に文字通り空気を入れたマットですよね、うん、まあ、エアーベッドとかと同じだと思うんですけど、あったかそうですけどね、そうそうそう、空気があるからあったかそうに見えるんだけれども、うん、寝っ転がってこう人が入って、まあ、これが地面だとして、うんうん、でこっちの自分が触れてる方はあったかくなるけど、うん、地面に触れてる方は冷たい、この中で空気が入れ替わるっていうことですよね。対流しちゃう。そう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 。そうすると温まりきんない。ある程度さっきのやつだったら羽毛が入ってるから、その間は空気がこの動きづらくなっているから保温力がすごく高いっていうところなんですけど、エアマットだとその空気が対流しちゃうから保温力がちょっと下がっちゃうんですよね。だからあんまり冬はね、エアマットっていうものはあまりおすすめはされていないと。いうところです、うん、でこの時にこういうダウンマットはちょっと高いから、うん、ちょっとハードルが高いなっていうところだけど、それでもやっぱり寒いのが嫌だっていう場合は、うん、コットをね、うんうん、応用して使うと、うんうん、簡易的に同じ仕組みを作ることができます。ほうほうほう。でコットって基本的にベッドじゃないですか。そうだね、なんかタンカーみたいな、そうそう、タンカーみたいな形をしてるから、まあ、要するに1枚の布のベッドの上に寝っ転がるようなイメージなんですよ、うん、でそうするとこの間が空気だからやっぱ入れ替わるじゃないですか、うんうん、特に何もないし、抜群だよ。そうそうそう、うん、一番あっちゃいけないやつじゃん冬に通気性抜群は ね、ダメですよね。そうそう、だけどあることをするとダウンマットと同じような構造を作れるんですよ。このコットの下に例えばこういう、例えば寝袋とか、そういう入れ物とか、まあ、あとはゴミとか何でもいいんですけど、そういったものをコットの下に詰めていくんですよね、うんうんうん、で本当に何でもいいんですけど、そういったものを詰めていって、でその上から毛布をかけるっていうことをやると、うんうん、中でこの空気を閉じ込めることができるんですよね。ただ空気を閉じ込めるだけだと同じように空間が空くだけだから、そうするとエアーマットと同じになっちゃうじゃないですか、うん、だけどいろんなものを詰めていくことで、まあ、空気が対流しづらくなっていくから、はい、暖かさをキープすることができるんですよね、うん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 、だから仕組みとしては、うん、このダウンマットと同じってものを簡易的に表現することができて、うん、でかつ安いっていうところが魅力ですよね、うんうんうん、コットって大体ヤマトのやつは何のメーカーでいくらぐらいなの？俺のやつはハイランダーっていうメーカーで、うんうん、ちょうど
1万ぐらいだった。うん、うん、うん、まあでもね、安ければもう本当今だったら2,000〜3,000円とかからでもあるからね、うん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 、そうですね、そういう 2,000〜3,000円とかのコットでも下に詰め物をして、でそれでその空気が外に逃げないような仕組みができちゃえば、うんうん、もうそれだけで底冷え対策ができる、うん、っていうところね。でそこまでできたらシュラフの登場っていうところです ね、 ね、実はシュラフ2つの種類があるんですよね、うんうん、ちょっと四角い形の封筒型って呼ばれるシュラフと、うん、あとはここだけ出る、まあ、ミノムシみたいな感じの、うんうん、まあ、それがマミー型って呼ばれてて、冬はマミー型一択になってきます、ね、でなんでマミー型一択なのかっていうと、うん、まあ、これもまた空気の話になってくるんですけど、うん、この四角いやつだとやっぱ広いから寝返りも打ちやすいし、うん、本当に身動きが取りやすいっていうところで、ね、うん、すごくその機動性がいいんだけど、その分動いたらこの辺とか空いてるじゃん、うん、そうそうそう、封筒のねここね、そうそうそう、うん、そうするとパカパカした時にあったかい空気ファッて出て、うん、出ていった分ちょっと膨らましたら外の寒い空気がふわっと入ってくるから、うん、そうそう、だからその保温力に欠けるっていうところがあるんですよね。なるほどなるほど。でその一方のマミー型、うんうん、そっちはここまで覆いかぶさるから、うん、まあ、ちょっとあんまり動けないけど、その分空気の出入りっていうものが最小限に抑えられるから、うん、本当にあったかいんだよね。あったかいね。そうそう、本当にこれで大丈夫なのかと思ってても本当に快適に寝られるぐらい温まっていくっていうところですね、うんうん、でその時に、まあ、例えばこれからマイナス9度のところに行くからマイナス9度とかのものを買うんだとちょっと心もとないかなっていうところだと思います。だから本当に寒い地域に行くんだとしたらなるべくなんか何段階か上のやつを買っておいた方が、うんうん、まあ、安全だよ ね、 そうだね、安全だし安心して、まあ、夜もぬくぬくと寝られるんじゃないかというところですね、うんうん、だからやっぱ大は小を兼ねるというところなので、そうですね、まあ、そこをちょっと見ていけばいいんじゃないかなというところですね。さらに深掘りをしていくと、うんうん、素材がまた変わってくるんですよね。ダウンダウンなんて話が出てるんですけど、そのダウンじゃないやつっていうものが、まあ、要するに化繊って呼ばれる、うんうん、まあ、化学繊維のことなんですけども、うんうん、その化学繊維かダウンか、この2種類を選ぶことができるっていうところですね、まあ、結論的にはどっちでもいいっていうところなんですけど、うんうん、で明確に違いがあるんですよね、うんうん、でその違いを理解した上で自分に最適なものをどっちかなっていうふうに選ぶようなイメージになります、うんうん、でまずその化繊っていうものは比較的ダウンより安い、そうだね、うん、っていうところがあるんですけど、その代わりかさばるんだよね、うん、大きく大きくなっちゃうね、たたんでも。でダウンだとさっきのダウンマットも、うん、本当にカッパが入ってるんじゃないかぐらい小さくなってるんだけど、実際こう広げていけばその空気が入って、うん、いい感じの大きさ、そうだね、になってくるんだけど、うん、同じ保温力を求めるとどうしても化学繊維だとその保温力に欠けるのかな、まあ、その分生地が厚くならないといけないっていうところがあるから、うん、でかくなっちゃうんだよね、うんうん、そうそう、で安いっていうところが最大のメリットではあるんですけども、うんうん、ソロキャンプにまたなってくると、うん、これまた荷物が、そうだね、いやこれから寒いからみたいなこれ、ね、こんな大きかったらねそうそう、俺が持ってる家族用のコールマンの封筒型のシュラフは本当にこんぐらいあるんでラッパーじゃん、そうそうそうそんな感じになっちゃうと、うん、お金持っていきたいものが持っていけなくなっちゃう、そうだね、うん、積載も大変になっちゃうからね、そう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 、それがダウンシュラフになると、うん、よいしょ、めちゃめちゃ小さいね、そうそうそう、これがマイナス9度まで耐えられるっていうやつだね、うん、で僕が持ってるのはこんなに大きいと思います、この二回りぐらい大きいんだけど、うん、全然そのマイナスとかに触れる、もう10度以下じゃ多分寒いのぐらいですよね、3シーズン夏、そう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 、春夏秋をね、うんうん、まあ、分かりやすいのは綿が入ってるみたいな感じの、まあ、布団ですよね、ちょっと安い掛け布団みたいな感じになってるんですけど、うん、こんだけコンパクトになればだいぶ持ち運びも楽になるし、うん、でそれでいながら夜もあったかく寝られるっていうところがあるから、ね、うんうん、いいと思いますね、うん、で冬にシュラフを持っていくんだとしたら、うん、まずはその封筒型じゃなくてマミー型のミノムシをまず選ぶってことは絶対条件として、うん、で素材を用途と予算に合わせて決めていくのがいいですよね、そうだね、うん、安く済ませたいんだとしたら化学繊維、うん、その化繊のものにして
まあ、車とかだったら別に大きくてもね、まあそうだね、そう全然問題ないと思うので、それでまあ僕は全然いいと思いますし、でちっちゃくコンパクトで、まあ、バイクに乗っけてバックパック一つで行きたいとかっていうんだったら、うん、ダウンを選ぶっていうのがおすすめだと思います、うんうん、ここでようやくテントの登場というところになります、うん、やっと出てきた。山本くんは冬だとどんなテントに寝泊まりしてるんですか？うん、あ、僕自体そんなにね、季節あんまり気にせずにテント選んじゃうから、さっき言ったマット、シュラフに重きを置いてテントは、うん、そうだね、もう自由に選んでるね。でテントを選ぶ時のポイントとしては、うん、まあ、外に行って焚き火でそこそこあったかいっていうような状況が作れちゃえば、もう今までの話をしただけでも何のテントを使ってもいいと思うんですけど、まあ、ちょっと風が強いとか、まあ、そういう日っていうのは、まあ、そもそも焚き火をしても全然寒いし、で焚き火自体が、ね、危なくなっちゃうっていうこともあると思うので、まあ、そういった時はテントの中で過ごさなきゃいけないっていうふうになると思うんですよ。でそうすると、まあ、優先順位として挙げられるのが、その寝る場所以外の、まあ、ちょっとリビング的なスペースがあるといいかなっていうぐらいですよね。で例えばサーカス TC とかだったら、もちろん寝る場所とかも確保できるけど、まあ、入り口付近とかに行けば、まあ、ちょっとしたリビングスペースみたいなのも、まあ、2人ぐらいまでだったらね、問題なく築けるから、風を防げるだけでもね、本当にあったかいです。で風を防ぐことができちゃえば、まあ、例えばこういうストーブを置いといてもいいかもしれないし、まあ、薪ストーブとかも別に買ってもいいと思うんですけども、まずその風を防いで体温を逃がさないっていうところですよね、ここまた。で、まあ、その時にしっぽりとやりたいんだったら、別にそんなに大きいものじゃなくてもいいかもしれないし、あとはテントの中でも、その寝室とリビングっていうの分かれてる、明確に分かれてるんですよね、ツールームテントっていうね、そう、そういうのもあるから、まあ、そうだったら風を防ぎつつ暖房器具とかもね、すごくポテンシャルを発揮するようになってくると思うので、おすすめだと思います。ですので冬キャンプでテントを選ぶんだとすれば、まあ、基本的にはデザインを重視してもいいだろうし、あとはその機能ですよね。もうあんまり一人でしっぽりするっていうんだったら、一人でも十分な空間が取れるテントを選べばいいし、人数を多くしたいんだったらその分リビングスペースとかが広いテントを選んでいけばいいんじゃないかなというところですね。でここまでやってもまだ寒いと、そういった場合はもう本当にもう暖房を入れるしかないというところですよね。もう底冷えも対策をして、で夜寝る時もシュラフもあったかいものを用意したと、でそれでいて、まあ、テントで風を防いでいるけど、でかつ自分は暖かい格好をしてるけど寒いと、焚き火で間に合っちゃえばいいんですけど、それが難しい場合だったらこういうのを用意しておくっていうことが大切になってきますね。でその中で、まあ、暖房器具って言ってもね、その体に貼る北海道っていうものから、まあ、寝る時だったら、まあ、湯たんぽを持ってく人も、いるね、からそういうのもいいと思うんですけども、で暖房器具の中でもここにあるような石油ストーブだったりとか、あとは電熱が暖かくなってなんか赤く光って当たってる場所だけ暖かいような電気ストーブとか、であとは我々男のロマンと言えるような薪ストーブですよね、まあ、そういったものがあると思うんですけども、まあ、その中でどれを選べばいいのかっていうところはまた迷うんじゃないかというところだと思います。で結論から言うと石油ストーブがおすすめですよね。なんでかっていうと、とにかく安いっていう感じですかね。もちろんピンキリで高いやつも上を見たらキリがないんですけども、一番手が出しやすい価格帯であるっていうところですよね。でそんな話をしているとじゃあ電気ストーブの方が安いやつがあるんじゃないかっていうところも、まあ、ちょっと声として出てきそうだと思うんですけど、電気ないと使えないんですよねそもそもね、そうそもそもね、不便なところに行ってるのに、まあ、そういうのを探すっていう方が難しくなっちゃう、そうだね、まあ、電源付きサイトってもあるけどね、そうですね、まあ、基本的にそういうのってなかなかないところが多いし、そう、ね、特にフリーサイトでどこにでも貼れるってなると、もうまずそこに巡り合えないから、そうなったら自分である程度ものすごい大きいね、5万円以上とか10万円ぐらいするような電源持ってればある程度はできるかもしれないけど、電気って当たってるところしか暖かくないし、で2人いたら2人分ないとダメだし、そうするとより電源必要になっちゃうし、だからあんまりそれ現実的じゃないっていうところですよね。そうだね、そう、電源サイトだったら、まあ、そういうの持ってったりとか、あとはなんかホットカーペットとか、電気毛布みたいのを巻いてもね、すごく暖かいし、まあ、こたつ出してもいいかもしれないと思うんですけど、ね、現実的に難しいっていうふうになると、石油ストーブ
が候補に上がってくるんじゃないかと、うん、そうだね、やっぱそのストーブっていうのはいいよね、うん、まあ、見た目もなんかこれはねアラジンストーブって言うんだっけ、そうだね、可愛いし、うん、これ置いてあるだけでももう映え映えだよね、映え映えだねでさっきちょっと使ってたオムニバーナーっていう今流れてる映像のものがあるんですけど、うん、こういったものとかを置いておいてもある程度風を遮った空間でちゃんと空気の流れを確保できるんだったら、うん、もうあったかいよね、あったかいね、うんうん、ただこの石油ストーブの欠点があるわけじゃないですか、うん、でかいんですよね、ちっちゃくなんないじゃないですか基本的に、そうだね、うん、でちっちゃければちっちゃいだけで、ね、出力も小さくなっていくし、うんうん、そういうところもあると思うの でだからといって大きいの持っていくと、うん、まあソロキャンプ難しくなってくるそうだね、こんなに寝袋ちっちゃくしてきたのに、そう、ね、またこれですよこうかそうこうなっちゃうから、石油ストーブっていうものはちょっとかさばるから、うん、まあ、そこがデメリットかなっていうところですね、そうだね、うん、でそれが気にならないような車で行けるとかっていうところだったら、うんうん、燃料代も安いしね、そうだね、うん、だいたい灯油使ってるからね、うん、そう灯油を使って温まることができて、まあ、コスパがいいっていうところがあるから、うん、入門編としてはこれがいいんじゃないかなというところですね、うんうんうん、でやっぱり薪ストーブが欲しいというふうになったら、うん、やっぱいきなりレベルが上がっちゃうんですよね、うんうん、まず高い、うん、そして作るのも大変だし、うん、で片付けもあるしね、うん、手入れもあるだろうし、そうだね、でつけている間は薪をくべなきゃいけないし、まあ、そういう火を使うってことは一酸化炭素中毒に細心の注意を払わないと本当に気づいた時にはじゃあ遅いから、そうですね、うん、まあ、そういう風にならないようにっていう、まあ、知識があって技術がないとダメだし、うん、で面倒くさいしだけどもかっこいいんだよね、そうだね、だからそういったところが求められるような人だったら、うん、全然買うのはありじゃないかなという感じですよね、うんうん、そうだね、やっぱ安いものでもそれなりに金額がしてくるし、うんうん、で薪ストーブを用意したら煙突が必要になってくるから、うん、その煙突に合うテントだったり加工が同時に必要になってくるんで、まあ、そこまで含めてやっていくっていうところですね、で薪ストーブってこんだけデメリットがあっても欲しいんですよね、欲しいね、そうやっぱ狙ってるやつがあったりするじゃん、うん、でやっぱりちょっと室内だから火が見えないっていうのも寂しいから、なんか窓がついてるやつとかもたくさんあるね、うん、あったりとか、うん、そういうのがまたかっこいいんだよね、しかもあったかいんだよね、あったかい、そう半袖に慣れちゃうんじゃないかぐらいあったまるっていうところも、うんうんうん、そういう状況も作れるんで、うん、だからやっぱりその保温性もあるけど、まあいろいろデメリットがあるよっていう感じですね、うんうん、だからそれをうまくバランスが取れる人はどっちがいいのかなっていうことを天秤にかけて選ぶのがいいんじゃないかというところですね、初心者だとね、その勉強とかのこともあるし、うん、まあ、単純に予算のこともあるから、うん、もうこういう石油ストーブから始めてみればできる限り低予算で準備することができるので、まあ、石油ストーブを検討してみてもいいんじゃないかなというところですね、うんうん、で今回ご紹介したようなことを最低限やっていけば、うんうん、冬のキャンプでも本当に凍えるようなことっていうものは基本的にないんじゃないかというところですね、うん、でもちろん、まあ、例えば沖縄と北海道で全然違うように場所によって自分がどれが適しているのかってことを考えないとはいけないと思うんですけど、うん、まあ、そこら辺もね考えながら決めていくのも楽しいですよね、うん、楽しいね、結局のところは誰がおすすめもいいけど、うん、自分が好きなものを買うでそれをなんか選んでる時は一番楽しいし、うん、で届いてねそれをまた使ってみるっていうのもすごくキャンプのいいところだと思うので、うんうん、まあ、そういう買い物でもね失敗することもあると思うんですけど、うんうん、まあ、それもまたね勉強になってより良いキャンプのライフにつながっていくと思うので、うんうん、そうだね、まあ、ぜひ今回の冬キャンプ装備のことを参考にしていただければと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また明日